皆さんおはようございます。南淡路市のヤンコロメピアノ教室です。昨日もとても楽しいレッスンでした。今日からお盆休みに入ります。楽しみながら学んでみることが幼児期の導入への近道です。皆さんおなじみになりましたが、指番号を理解して指をゆっくりと動かす練習をしてみましょう。指を動かすことで考える力やテキストの絵から曲想をイメージする能力、いろんなことを考える能力、読譜によるメリットはたくさんあります。この曲はどんな調かな、楽しい感じの曲かな、悲しい感じの曲かな、などとテキストの絵からいろんな曲想をイメージする能力が養うことをできます。誰にでも体調の良い時悪い時、連日の猛暑でみんな疲れています。できることを先生はいつも楽しみながらやっています。特に幼児期の導入は焦らずにのんびりゆっくりと楽しむ気持ちが大切です。いろんな音当てクイズや音遊び、いろんなリズムを聞かせてあげることで子どもたちは興味を持っていろいろと楽しんでくれます。幼児期の導入はドレミの音名で楽しむ気持ちが一番です。指番号の理解に指替え、指くぐり、いろんなことはゆっくりと練習することで必ずできます。それでは今日は皆さんよくおなじみのこの曲をピアノとエレクトーンで弾いてみます。
ので少し伴奏を変えて弾いてみる。遊び心を持って毎日少しずつ楽しみながら学んでみることも一番です。読譜もリズムもゆっくりと練習する。ゆっくり階段を上っていくように読んでいくことで読譜力もリズム感も徐々に身についてきます。今日も音符カードで言葉をつけてみます。タンのカードでパンダ、ウサギ、コアラ、ラクダ、ダンゴ、ゴリラ、ラッパ。タンのカードが4つでバイエル、スメタナ、ヘンデル、モルダウ、スメタナ、センベイ、カステラ、こういった言葉が入ります。このカードの組み合わせでラーメン、そうめん、アーメン、ラーメン、そうめん、アーメン、言葉をつけてみながらリズムを覚えてみるのもとても効果的です。興味のある食べ物やペット、いろんな動物の名前を音符カードにつけてみることも効果的です。この組み合わせはグリーグ、クリーム、グリーンなどという言葉になります。グリーグ、皆さんペールギュントの朝でおなじみのグリーグという言葉が入ります。毎日少しずつの練習と学びを大切にすることも一番です。昨日もとても楽しいレッスンでした。金太郎くんやレモンちゃんはいつも先生にみんなのことを応援しています。毎日頑張りすぎずに興味のある曲や楽しいなと思える曲、好きな曲を少しずつ学んでみてください。音楽は音を楽しむと書きます。あまり指は立てないで打鍵の位置も高いところから弾かないように気をつけましょう。手や肩の力を抜いてリラックスしながら音名で歌うことで絶対音感も徐々に身についてきます。それでは